バンテックつゆきでございます。今日は、成田にあるバンテックレンタカーに来ました。今私がいる場所は、バンテックレンタカーで貸し出しをしているコルドリーブスの室内にいます。バンテックレンタカーなんですが、本当にあの成田空港の隣でございまして、ちょっと窓も外見えますかね、見えないかな、もう塀の向こう側が、成田空港になっております。非常にアクセスも良くてですね、まあ空港なんで飛行機はもちろんなんですけれども、いろんなところから出ているリムジンバスでも、多分お近くの成田空港行きのバスなんかもあるんじゃないですかね、関東の人はね、もありますし、当然電車もあります。成田エクスプレスとかそういった電車もありますし、高速道路のインターからも非常に近いです。成田空港まで来ていただければお迎えに上がりますので、手ぶらでキャンピングカーを借りることができると。今私が乗っているこのコルドリーブスなんですが、ほとんど新車でございまして、非常に車のメンテナンスも行き届いております。ほとんど展示車かなって思うぐらい綺麗に使われていて、しかもメンテナンスも、帰ってくるたびに何時間もかけて、お掃除をして、次の方にお貸しをするというような形になっております。初心者の方でも使えるように、様々な場所にですねシールが貼ってあります。例えば、押し出し窓については、走行中に開けないでねとか、この机の上には、乗らないでねっていう形で、初心者の方でもすごく分かりやすく、例えばここはゴミ箱だよとか、ここは外部収納庫だよとかっていうのも全部貼ってあります。なので非常に使いやすいですし、一番心配なのは多分運転かなと思うんですけれども、運転についても実はコーナーセンサーがついてまして、近くに来るとピピピピってこう音が鳴ります。まあ音が鳴ったらちょっと注意をしてもらうというような形も取れますし、これバンク、要は運転席の上の部分、どうしてもその高さがあるので、動画でも何回か言ってるんですけど、その高さの部分っていうのはちょっとどうしても気をつけなきゃいけないので、高いところにもコーナーセンサーがついてまして、高いところにある障害物が近く来ると、ピピピピッと音が出るような仕組みになってます。なので安心して運転もすることができます。はい、ということでウィークエンドバンテック第4回目いかがだったでしょうか。次のウィークエンドバンテック、次ちょっと何しようかなと思ってます。もしちょっと桐生店長が都合が良ければ、ちょっと見積もりをやってもらおうかななんて思っております。もう前回の動画でお話しした、気に入った、私が気に入って私がつける、もうこれついてたらいいよねっていうオプションをバババッとつけて、で実際に埼玉のお店で買った場合の納車までの総額っていうのをしっかり出してもらって、ちょっとやっていこうかなと思っております。はい、ということで、以上バンテック通気がお送りいたしました。